せめて武器くらいはいいものを持たないと、未熟者のあなたは討ち死にしかねませんからね。その代わり、必ず返しに戻ってくると約束しなさい。それでは、いけないの？村雲。まさか、あれは村雨ちゃんの村雨丸だったのですか？好きにされたらいいわ。ただし、村雨は必ず返しに来なさい。そうじゃなかったら、許しませんから。姉君、なんと愚かなことを。コマ、まさか見ていたの？覗き見なんて趣味が悪いわよ。たまたまでございます。しかし、たっとき姫神が人間にマナを教えるなど聞いたことがございません。うるさい。姉君、と人間には想像もつかないはずです。あの刀がご自身の身を削ってまで作ったものだとは人間には想像もできないはずなのです。知ってるわ。ではどうして？やれやれ、いくら姉君が人間びいきでもやりすぎというものでしょうな。もうやめて。私だってまさかそこまでしてしまうなんて、自分で自分にびっくりしているところなんだから、うん、エイエイオーエイエイオー。あの人は、あの人も帰ってきているのね。あなたは見たんでしょ？ええ、姉君の刀を持っていたのですから当然のことでしょうが、何でも見事敵の対象格の印をあげる大手柄とかで。そんなことより怪我はしてないのね？ちゃんと怪我一つなく無事なのでしょうね？そういった匂いはしませんでしたが。よかった。よかった。やはりそうだったのか。姉君は人間に恋をなさっておいでなのだ。はい、まさかここからラブロマンスになるとは思いませんでしたね。まさにロマンですね。これは早速みんなにも報告しないといけないですね。吉野たちにぬか喜びをさせることになってもいけないからね。おお、吉野たちにはまだ内緒にするのですか？お侍さんの役をやってましたね。
確かにそうですが、マサオミはどう思ってるのですか？きっと大丈夫ですよ。マサオミ、おじいちゃんのおじいちゃんのことを知れたのは、かけらの記憶の中でも私たちと関係の深い部分だったからですよね。でしたら、ラブロマンスが見られたのも、私とマサオミがラブロマンスを演じていたからかもしれませんよ。だからきっと、そんなに悪いことのはずありません。誰かと誰かが愛し合うのは、素晴らしいことなのですから。そういうことですね。ところで、マサオミ。それよりも、ようやく一つに結ばれた恋人に、もっと他に何か言うことはないですか？今朝もせっかく二人でギュッと抱き合ったまま目覚めましたのに、マサオミったら夢の話ばっかりで、愛しい恋人に一言もないなんておかしくありませんか？これからもよろしくでありますね、マサオミ。なるほどの。村雨丸は人の手で作られたものではないと思っておったが、よもや神の体の一部だったとは。用意を払い、たとえおられても再生するのも納得であるな。確か古文書にも村雨様を管理者とする儀式を行うとき、村雨丸を扱いやすいよう刀身を短くしたという記述があったはずだね。我が輩も短くされた後の姿しか知らぬので忘れておった。ではやはり村雨丸は村雲さんから生まれたものだったのですね。村雨様はどういうかわからないけど、おそらくはね。とはいえ、かけらとの融合が進んでいる可能性があるというのは気になるの。いや、悪い可能性も想定しておくべきであろう。そうかもしれませんが、村雨ちゃんはどうするのがいいと思っていますか？ふむ、合体したたたり神を打って以来、もう新たなたたり神は発生しておらぬであろう。もちろん確定とは言えんが、状況的にもレナとご主人の中にあるかけらがよりしろの全てである可能性は十分高いと思う。おそらくはな。そしてそれで終わりにできる可能性もある。我が輩たちは選ばねばならんであろう。これは安春にも聞いてやってほしい。進むか引くか、ここが分岐点となろう。よって以降はもう方針を変えないでほしいからだ。今すぐ無理にでも欠片を取り出す危険を取るか、このまま様子を見続ける危険を取るか、安全な道はない。まずはここにいる者たちだけでいい。選んでもらえぬか。
そうか。確かにここからはもう引き返せなくなるね。あ、吉野のお父さん。何か言いたいことがあるのであろう。すまない。僕にはどうも冷静な判断は下せそうにない。吉野には僕がこんなことを言ったなんてとても聞かせられることじゃないと思う。あの子はきっと友達にこんなお願いはできないはずだから。聞かせてほしいです。この地を覆う呪いについてかつてこれほど迫れたことはないはずなんだ。だからもしも呪いを解けるなら、たとえ危険であっても情報が欲しい。それが僕の本音なんだ。もちろん危険にさらされるのは僕じゃない。なのに外から来た君たちにこんなお願いをするなんて、しかもせっかく恋人になったばかりの二人に。身勝手な話だと理解してるつもりだ。僕は大人としては失格かもしれない。だけどね、どうか。大丈夫ですよ。何も心配ありません。え？最初から引くつもりはありません。友達のためになるなら多少の危険もどんとこいでありますよ。二人とも。少し君たちを見くびっていたのかもしれないね。けどありがとう。恩に着るよ。ありがとう。そんな大げさですよ。私たちも困ってる友達を助けたいだけですので。ホーリの呪いだってもう私たちに無関係のことではないですからね。マサオミ、うむ、なら我が輩も皆が決めた方針に従おう。我が輩は当事者すぎるのだ。ある意味で吉野や安春よりもな。村雨ちゃん。さあ、二人はそろそろ学院へ向かわねばならんのではないか。ああ、連絡が取れるかはわからないけど、水葉さんには僕の方から報告しておこう。そろそろ彼女の側にも動きがあるかもしれないからね。どうしました、マサオミ。あまりお気にされない方がよろしいかと。おお、マコ、おはようございますね。はい、おはようございます、レナさん、アリチさん。ですからお気にされない方がよろしいかと。仲間外れにされて拗ねていらっしゃるだけでしょうから。
では私も一足先に。お二人はゆっくり出してくださいね。えへへ、ひょっとして気を使われてしまいましたか？はーい、マサオミ、安心してくださいね。難しい顔をしていてはうまくいくこともうまくいきませんからね。考えてもできることがないときはリラックスしてるのが一番ですよ。そうですか。でしたらマサオミ、デザートもあんして食べてもらっていいですか？実は隠してあったんです。ではあーんをしますから、ちょっと目をつぶっててほしいですよ。目をつぶっててほしいですよ。どうしましたか？どうして目を閉じてくれないんですか？ちゃんと閉じてますか？何も見えてませんね。では、行きますね。マサオミ、あーんしてほしいですね。デザートはどうでしたか、マサオミ？お前、そんなキャラだっけ？レナ先輩と付き合い始めてから、お兄ちゃん、たまに外人さんみたいなオーバーアクションしてたけど。大丈夫ですよ、マサオミ。人間素直が一番です。私は、マサオミがたくさん喜んでくれてるのが分かって、とても嬉しかったですよ。もう元気出してほしいです。マサオミのことは私が責任取るつもりですから。マサオミだって言ってたではないですか。何があっても私が責任を持ってマサオミを幸せにしますよ。はい、私もそういうことを言いたかったのです。そうそう、覚えてますか？マサオミに星の見つけ方を教えるって約束したこと。少し時間がかかってしまいましたが、もうすぐ約束守れるはずですよ。そろそろ届くはずですから。
マサオミ、どうしました？帰らないですか？本当ですか？何かわかったんですかね？おお、そうですか。アリチ君だね。突然で悪いけど、今話せるかい？ご主人、我が輩も一緒してよいかな。安春のところも電話がかかっていたからな。ご主人にもかかってくるはずだと読んでいたのだ。ひょっとして村雨様も一緒なのかい？正確にはその地方一帯の村々集落をくまなく巡っていたんだけどね、なかなか思うように調査が進まなくてね。明日には戻れるはずだけど連絡がおざなりで済まなかった。ああ、君たちが見た夢のことも安春さんから聞いたんだけどね、どうやらそれとも関係がありそうだ。そもそもそれらしい伝承を見つけること自体に手こずってしまってね、ようやく似た話を見つけても場所や人によって展開や登場人物が違ったりしてどうもはっきりしない。だが君たちが見た夢の話を軸にして組み立てると大体こうなる。山の神には山の娘と山の子という二人の子がいた。それは土地によって姉だったり妹だったり兄だったり弟だったりする。とにかく山の娘は人間の男と恋に落ちる。だがこれも話し手によって内容が変わってしまうんだけどね。共通しているのは山の娘の恋は叶わず身を投げてしまうという点だ。そして亡くなった彼女の体が今ある大理石の交渉になったというおとぎ話さ。鉱山で語られる山の神はおそらく法理での土地神にあたる存在だろう。つまり土地神様にとって村雨丸は娘の遺品ということになる。うむ、なるほどの。そして残された山の子が人を憎んでいても何ら不思議はないというわけだ。どうあれ、我が輩にとっても受け入れやすい話と思うぞ。特にたたり神と霊の女神、土地神様がそれぞれ別の存在だったというのは納得だな。それなら多少は骨を折った甲斐があったかな。ともかく荒ぶる神となった山の子がたたり神へ返したというならば沈める方法もあるだろう。おいおい、それが駒川の者としての本職だよ。ただもう少し詳しい事情が分かっている方が望ましいね。やり方を間違えればかえって怒らせてしまう可能性もあるし、今のままだととにかく手厚く祀って怒りを鎮めてもらうしかない。この方法では何年もかかってしまう可能性があるからね。こんなこと言えた義理じゃないかもしれないけど、本当にいいのかい？
アリチ君。まったく、私は君のことも心配していたんだけどね。いずれにせよ、現状では君たち頼みになることは間違いない。期待させてもらうよ、アリチ君。いや、いろいろなことが動きすぎていて落ち着かぬのだ。何せ我が輩がたたり神と戦ってきた400年を思えば。ん？大丈夫です。ちゃんと聞かないようにしていましたから。そうですか。私も忘れ物をしたのに気づいて戻ってきただけです。ええ、でもアリツさんはてっきり私には秘密にしたいんだと思っていましたけど。しないでください。私はただ、まあ一番複雑なのは吉野であろうからな。どちらにせよ、ご主人がここにいては戻ってきづらいのではないか。おお、マサオミ、思ったより早かったですね。はい、お仕事にはまだ間に合う時間ですし、ギリギリまでマサオミを待ってみようと思いまして。その時はその時ですね。おとなしく帰ればいいだけですから。それに無駄ではなかったですよ。おかげでマサオミと一緒に帰れそうですから。ほらマサオミ。ちょっと急がなくてはいけなくなりましたが、やっぱりこの方がお仕事頑張れそうな気がします。これはマサオミさん、いいところで会いましたね。ええ、ちょうどリヒテナウアーさん宛に荷物が届いていたものですから。ではお願いいたしますね。遅かったではないですか。もう寂しかったのですからね。
ですか？そんなに私と会いたかったですか？ならしょうがないですね。光より早く会いに来てくれて嬉しいです。マサオミ、愛してますよ。ところで、その箱は何なのですか、マサオミ。おお、ついに届きましたか。私はまだ自分用の PC を持ってませんでしたから、おかみに頼んで。